サムからエドへ。位置についた。よく聞こえてるぞ、サム。変速前進して、そっちには周波数つけだろ。逃げて会おう。エド、了解だ。通信終了。エドが来てくれる。そこに入っていくように見えるな。あ、こっちまで来るんだ。おっと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 。お、まだ来る。オッケー。全然弾作れなかった。あ、来た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 。さあ行こう。お前が言った後、ミュータントの大軍がパーティーに押し掛けてきやがった。まあ、あれはかなりヤバかったが。まあ、そうだな。ほら、防護服だ。ありがたいよ、身につけるとするか。エドの文化。こいつを頼む。すぐ済むから。どうすんだっけ。よし、いいぞ。指定時間内に切られただろ。それで野獣の巣穴に踏み込む覚悟はいいか。いつでもいいが、どうやって行くんだ。船で直接乗りつける。トンネルは水が溜まってるからな。いくつか開けなきゃならんゲートがある。入り口で別行動を取るとしよう。これがバンカーの計画だ。仲間が見つけたものをマークしておいた。安らかに眠ってくれ。目的地で燃料棒を積んだら全速力で脱出する。海のトンネルを通って近道するぞ。わかった。敵はいるのか。まあ、電気雲だけだ。なんだそりゃ。巨大な化け物雲だよ。体内に帯電した電気を放ってくるんだ。あいつらのせいで明かりが消えたりモーターが止まったりするが、追っ払っちまえば全て元に戻るぞ。殺すのは難しいが、火炎がかなり効果的だ。スパシーバー、たくありがたいね。また巨大な化け物雲かよ。どういたしまして。おい、着いたぞサム。ゲートが見えるか。前座は監視室のパネルを操作してバックアップ電源をオンにしろ。ゲ、それで明かりや電池ロックが機能する。電力供給には発電機が必要だ。わかった。発電機を直して燃料棒を積んだら撤退だな。その通りだ。それじゃあ上陸しようか。グッドラック。お前もな。この辺はフィルターを見つけたらちゃんと回収しておかないと。火炎が効果的か。おっとっとっと。了解だ。久々の雲だ。あの二人の大佐の時にあった火炎放射器とかがあればいいのに。ああらららら。ああ。で、いいところでいいマスクが手に入ったと思うぞ。強化ガラス。
ごめんなさい。やってみただけだ。さあスピーディーに進もう。ライチだ。電気雲には火がいいって言ってた。わわわわ、火炎放射器でもあればいいのに。あ、火炎瓶ならいいだけ残ってるんだ。じゃか、おお。おっと、そうだ、暗くなる。電気雲が現れて電気をショートされるイコール真っ暗になってモンスターがたくさん現れるようになるってことだから、どう来るか。いた。あれ、おりゃ、すげえ、電気雲の通り道だけ一瞬電気が消えてた。あー、今回の DLC で一回も使ってなかったんだけど、ショットガンとかの方が良かったかな。あ、ここ入れ、入れない。ライターつけてると開けれない。そんなこともない。フィルターも全然量があるわけじゃないから。あ、いた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 。松明があればね。そうだ、この眩しすぎる高高度ライトあるんだ。フィルター残り1分。ライトプラスライター、ちょっと眩しすぎるんだよな、高高度だと。フィルターがあった。1分。こういう不自然な空間にはモンスターが現れるもんだよね。もうなんもない。フィルターも落ちてないか。暗い。電気雲出てきそう。あ、いた。いた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 。あ、ここ進めない。おっと。エド、発電室に入ったぞ。了解。っぽいのがある。先にロッカーを。ここに雲は入ってこれないよな。使えそうだね。他にアイテムはこれか。 OK。 オン。あ、フィルターが見える。で、お、明るくなった。よくやった。ゲートが開いていくぞ。わしはポートでトンネルを抜ける。お前はエレベーターで降りろ。下に着いたらメインチャンネルに向かえ。燃料棒はそこにある。の前にここが随分とチャチな鍵だ。開く。よし、明かりがついた。アイテム、アイテムあった。よし、下ろう。え、電気雲これで終わり？そんなわけないよね。あ、
あ、電気雲がいるとライト、このライトすらつかない。おら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 、あ、やっぱり真っ先に電気雲を倒した方がいいな。雲が雲の声を知らすように慌ててる。明かりをつけたからだな。すぐ慣れちまうだろう。だがあの電気の化け物はどうやって生まれたんだ。多分ここが呪われてるせいだ。別に驚くことじゃない。ここは大量の放射線とお菓子を持ったのじゃなんだ。ああ、そうだね。いやいやいや、行く道大体狭い。OK。フィルターがぼちぼちあるね。ドアがバコバコになってるけど、これさっきからフィルター交換の音が鳴ってないな。汚染が強すぎるせいかな。いつもだったらピー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 って鳴ってなかったっけ。弾不足だからハンドガンを使おう。さっさとこいつ、あっと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 、よし、切ったね。何匹いるんだ電気雲。ロッカー開かない。アイテムなし。そこにエドがいる。サム、積み込みの用意ができた。あとはクレーンの電源を入れるフューズボックスを見つけてくれ。了解、任せてくれ。あれじゃないか。で、アイテム。ああ、これは使える。結構アイテム。これの電源をオン。待て、やめんか。ああ、うわ、電気雲だけどっかに隠れちゃった。あ、いた。ああ、リロード。待って、お前は逃げるんじゃない。一番先に倒せないといけないやつだ。先制復帰だな。いた。どこ行った？いた。よし。それが燃料棒か？あ、フィルターが切れる。あ、タイミング悪いよ。しかも硬いよ。 AR の弾がもう切れちゃう。いや、接近向けじゃないけどスナイパーも使うしかないか。終わった。あ、終わった。
はいはい、あとはトムとの交渉か。げ、大丈夫これ。あ、あ、大丈夫だエド、ただエレベーターが。お前が大丈夫ならそれでいい。通気口を探してそこからこっちの方まで登ってくるんだ。了解だ。ああそう簡単に脱出させてくれないと。AR の弾が不足してるな。電気ゴムがもういた。使えそうだな。あ、フィルター。暗い。あ、逃げられた。こいつフラッシュライトすらオフにされるのがとても厄介だな。いやうわ、後ろからも来た。くそ、ショットガンのような小回りのいい武器を持ってくるべきだった。で、今ナイトビジョンの代わりに高高度ライトを装備してるからナイトビジョンも今使えないや。行った。待って、そっちにエイムを働かないでくれ。あ、また来てるなあ。やめろ、先に電気雲を始末しよう。おお、なんか撃ってきた。あ、ここちょっと明るい。え、もう一体いるよ。あー、弾が切れた。いや、どんどん明るいところに行こう。お、ここ開く。ここはもう逃げよう。いて、勝て。よし、ショットガンシェルばっかり溜まっていく。あー少ないな頭。これは使える。あ、待てよ、焼夷弾があるじゃない AR。 焼夷弾をすっかり忘れた。オッケー。え、通気口？え？ああ。あ、なるほど。電気雲くんちょっと役に立ってる。よしよし、消毒じゃ。脱出。ねえ、正直もっと楽かと思ってた。俺もだ。
スパイダーの数が多すぎたんだ。邪魔くさい奴らだよ。奴らのままでさえ煙たがってるさ。とにかくなんとかなった。もうすぐトンネルを抜けるぞ。まあじゃあおめでとうってところか。ありがとう。このゴム息苦しいったらない。本当だな。で次はそろそろトムに連絡する頃合いだ。ああ、トム、サムだ。燃料棒を手に入れた。どっかへ向かう。ああ、いい知らせだ。積み込み作業を進めておく。到着時刻は約1時間後。1時間後だ。よし、では待ってるからな。以上だ。準備完了。よし、全速力で進むからな。クリムの件はどうなったんだろう。